行きましょい。年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念、あなたの夢、私の夢は叶うのか。3番人気はこの子です。東海帝王、2番人気を紹介しましょう。テイエムオペラ王、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、2大マイル戦覇者アグネスデジタル、1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは2番アグネスデジタル、テイエムオペラ王。さあ花に立つのは2番、このままリードすることができるか。まもなく第4コーナーカーブ、2番快調に飛ばしていきます。先頭は2番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて、2番手はアグネスデジタル、東海帝王。外から行く、1馬身離れて名称怒涛、すぐに続いて同点上段、その外並んでスーパークリーク。まずは1周で正面スタンド前に入った。さらにはテイエムオペラ王、その後3、4馬身開いて8番、その後ろから5番、1馬身離れて10番、内をついて6番、後ろ7番、そしてその外を回ってスペシャルウィーク11番、内から行く後方2番手にナイスネイチャー、そして最後方15番、2番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、波乱の展開になりそうです。1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。2番まだリードをキープしています。続いてアグネスデジタル、少し離れて東海帝王。それを見るように4点上段、すぐに続いて名称怒涛、テイエムオペラ王、追走、そのうち並んでスーパークリーク、さらに内8番、2馬身離れて7番、そのうち並んで5番、さらに10番、1馬身離れて6番、そしてその外から行ったのはナイスデイジャー。向こう正面に入って、先頭は2番。まだ形成し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。残り 1000m を通過。現在1番手は東海帝王、続きました名称怒涛。それを見るようにテイエムオペラ王、少し離れて2番アグネスデジタル、外から行く。外を通りましてスーパークリーク、それを見るように8番内をついて4点上段、そして外目を突き出しては5番、7番、よく見たび前目がね。1馬身離れて10番、少し離れてナイスネイチャー。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。アグネスデジタル、ここで抜け出した。先頭は宮下馬場、果たして抜け出すとは誰だ。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。抜け出したのはアグネスデジタル、だが後続も追いつかれる。アグネスデジタルリードは2馬身100を通過。アグネスデジタル、足色は衰えない。スペシャルウィーク、追いつかれる。先頭はアグネスデジタル、アグネスデジタル今1着でゴールイン。夢のグランプリを制したのはアグネスデジタル。年末最後の大一番を制し、栄光のセンターの座を手に入れた。2着はスペシャルウィーク。推しを押すにも体力が。ウイニングライブ、注目の一番人気、ありがたき幸せ。一体根性で頑張りましょう。ウイニングライブ、この日6番アグ、ありがたき幸せ。こんなにお任せを。この日を待ち。
7番人気は、ありがたき幸せ。まさかオールラウンダーとか言い出すなんて予想以上の変態、天才です。